今日はですね、エアクリをちょっと変えてみたので、その調子を見るために走りに来ています。まあエアクリを変えたといってもね、構造自体は全くノーマルのままなんですよ。エアクリのボックスもノーマルのボックスをそのまま流用していますし、エアクリの構造としてはですね、そのボックスの中にフィルターが入っていて、でそれを受け止めるための網があると、まあ、そういう構造なんですけど、その網がですね、フレームの部分がちょっと破損してるような感じでして、で、まあ、そのまま使おうと思えば使えるんですけど、まあ、接着剤でくっつけるとかね、まあ、それをやるぐらいだったらちょっと根本的に構造を見直してみようかなと。長い間使うわけなので、不安なくね、使い続けられるように、まあ、いっそのこと、そのメッシュの部分を丸々金属の板に変えてしまおうかなと。アルミのね、パンチングされた板に変えて、でそうすると吸入効率が落ちるわけなんですよ。で吸入効率が落ちる分をフィルターで補おうということで、フィルターはね、今まで分厚いスポンジがフィルターとしてついてたわけなんですけど、この部分をエアコンとか、まあそうですね、換気扇とかそういったもののフィルターに使われている不織布の繊維、とりあえずですね、うちに換気扇用のフィルターがあったので、これを、従来のね、フィルター用のフレームに巻きつけて、で外れないようにね、ホチキスで留めて、あんまり吸入効率が良すぎても今度はガスが薄くなりすぎて焼きついちゃうでしょうから、まあ、そうならないように、二重に巻きつけておきました。従来型のスポンジのフィルターだと、汚れたら洗ってで使用できるっていう感じだったと思うんですけど、このね、換気扇用の不織布のフィルターは、まあ、金額的にも安いですし、定期的に汚れたら交換と、まあ、そういう感じで使っていこうかと思っております。で実際に交換して走り出してるわけなんですけど、まあ、特に低速でね、ギクシャクすることもなく、空燃費的にガスがね、薄くなるっていうことは、高回転側ではね、全く問題なく回るんだけど、低速側でギクシャクするっていう現象が起きるはずなんですが、そうなってないっていうことは、トータルで考えてそんなにバランスは崩していないということだと思うんですよ。でガスがね、薄くなりすぎると回した時にエンジンが焼きついたりとかっていうことが出てくると思うので、この後プラグをね、外して見てみようかと思うんですが、あまりにも白くなりすぎているようであれば、ちょっと、ガスを濃くする工夫を、まあ、ジェットを変えるなり、ニードルの位置を変えるなり、または吸入量をね、ちょっと変えるなりっていう工夫が必要になるかと思うんですが、まあ、乗ってる今の感触ではそこまでする必要はないのかなと思います。でエンジンもね、冷感時から普通にかかりましたから、まあ、とりあえずは問題ないのかなと思います。キャブがね、かぶってどうしようもないなとかね、あとはどうも低速側でギクシャクするなとか、まあ、そういうことになったらね、ちょっと今後いろいろとね、手を加えていく可能性はあるんですが、今のところは問題ないと思います。というわけで、エアクリをちょっと構造的に変更してみましたというお話でした。ではまた。